私はね、今年初めて、なんだっけ、顔にマイクついてるやつ、なんだっけ、ダミヘ、あ、そうそう、ダミヘの収録をやったんですよ。ね、やっぱりその、もともと他の方のやつで、あ、すごい右から左から正面から後ろからっていうのは聞いたことがあったんだけど、めちゃくちゃ難しくて、難しいですよね。なんか、あ、でも私のね、あの撮ったやつ、もしかしたら聞いてくださった方がいるかもしれないし、これから聞くよって方もいるかもしれないので、夢を壊しちゃうあれかもしれないんですけど、やっぱりこうマイクを中心にして円状に番号が振られてるわけ、で前後ってこう振られてて、だからやっぱ距離感とかも、このセリフは何番で言ってくださいとかいうのが決まってて、それを移動しながら、でも足音とかノイズは立てないように動かなきゃいけないんだけど、一番難しかったのが、ごめんなさいね、なんか突然の聞こえるみたいな、こう右から左にこうさ動く時あるじゃないですか、あれ、あ、わかります、こっちだよってこうやってやらなきゃいけないの。だから本当に私の足が限界みたいなところまで開いて、そっか、そっか、大変だったねみたいななるのよ。だから声優さんってすごいなと思って、しかもなんか声張れないですもんね、こしょこしょ話みたいな感じだから、なんかこうボソボソ具合もこう耳にかかるぐらいの息だったなんだけど、なんかね、やっぱり難しくて、このかかった息はちょっとリテイクしたいです、でもこっちのボソってかかった息は気持ちがいいので OK ですって言われるのが、その加減が難しくて、だから私人の耳にさふーってやったことないじゃないからふーってかけてくださいが、もうすっごい恐る恐るになっちゃって、ふーだけでめちゃくちゃリテイクしたのよ、もっとかけてくださいみたいな、もっともっと吹いてくださいみたいな、もっと長く吹いてくださいとか、もうかなり難しいなっていうのは経験したんだけど、でもやっぱり音はいいね。いいよね。なんか自分の声だけどサンプル聞いて感動したもん。うわ、こっち側にいるみたいなね、のはちょっと特殊だったなと思いました。じゃあちょっとあれですね、収録現場を思い出しながら、浮かべないでね、ごめんね。こうやってまあ収録の時トナカイつけてないからさ、思い出さなくていいと思うので、はい、そんな感じでしたかね。